はい、皆さんこんにちは、レクミーライブオン YouTube グリーンステージです。この時間は鈴代の佐藤様、高原様にお越しをいただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、で、すでにですね、350名の学生さんにご覧いただいているということで、もうちょっとしたもうホールみたいな感じですよね。多くの学生さんご覧いただきまして、どうもありがとうございます。では早速ではございますが、鈴代さんの方から会社説明をいただきたいと思います。佐藤さん、高原さん、資料の問いと会社説明の方よろしくお願いいたします。はい、それではね、始めさせていただきます。皆さん改めましてこんにちは。私、鈴代株式会社、人材採用部でマネージャーをやっております、入社20年目の佐藤と申します。同じく入社12年目の高原と申します。本日はね、当社の、説明ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。皆さんにとって、物流業界、また法人がね、お客様である B2B が企業であるね、鈴代という会社についてはね、なかなか馴染みがないかとは思っております。就職活動を進めていく上では、様々な業界があることを知り、頭の中に産業や社会の地図を描くこと、すなわち、社会を知るということが非常に重要だと考えています。本日は皆さんの社会を知るということに、少しでもね、貢献できたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速当社の会社説明を始めてまいります。本日はですね、大きく3点ご紹介いたします。1つ目は当社の概要について、2つ目は当社の主な事業となる物流について、3つ目は当社のロジスティクスについてご紹介いたします。物流業界についてはあまりご存じない方もいらっしゃると思いますので、今業界にどのような環境変化が起こり、我々物流業者の役割はどのように変わってきているのか、その中で当社はどのようなビジョンを掲げ、どのような取り組みを行っているのか、少し大きな話が中心となりますが、業界研究、企業研究の位置づけとしてご活用ください。まずは当社の概要からご紹介させていただきます。当社は1801年江戸時代後期に創業の総合物流企業となります。今年で創業から219年目を迎え、いわゆる老舗企業の一社として数えられております。国内で創業200年以上の歴史を有する企業はおよそ 0.08% と言われています。もちろん歴史の長さに意味があるわけではなく、長い間世の中に必要とされる物流サービスを提供し、時代や環境変化に合わせて自己改革を行ってきた、その事実にこそ意味があると考えています。また本社は静岡県静岡市清水区にございます。ここには国際戦略港湾の一つとなる清水港という港があり、もともとはその港湾物流からスタートいたしました。その後、倉庫、運輸、国際物流など物流の領域を広げながら、同時にネットワークも広げ、現在では北は北海道から南は九州まで国内約140拠点、海外はですね、120以上の国と地域を物流で結んでいます。この200年の歴史の中で地域に根ざしながら、同時に事業やネットワークを拡大してきた点が当社の際立った特徴の一つと考えております。一方ですね、物流事業にとらわれず、さまざまな事業に挑戦を続けてきた歴史もございます。具体的には商流、建設、食品、情報、航空、地域開発、それぞれの事業にはさまざまなグループ企業が関わり、現在は鈴代グループというグループ体およそ140社を形成するまでに至りました。企業向けの B2B、 消費者向けの B2C、 いずれも展開しておりますが、学生さんの、皆さんに身近な企業といたしましては、地方と地方を航空で結ぶ富士ドリームエアラインズですとか、あるいは J1 サッカークラブの清水エスパルスがご存知ではないでしょうか。この鈴代グループの中で、我々鈴代株式会社、大きく役割が2つございます。1点目はですね、この鈴代グループの中で物流事業を担う企業であると同時に、2点目ですね、この鈴代グループのリーディングカンパニーとして全体を牽引する役割を持った企業となっております。それではですね、ここから物流についてご紹介いたします。物流というと皆さんどのようなイメージを持たれておりますでしょうか。私たち消費者向け、B2C にはですね、宅配便や引っ越しなどが馴染みのサービスで、
おそらく皆さんの頭に浮かぶ企業さん、そういった物流サービスを提供する会社さんではないでしょうか。まあ、最近はですね、ネット通販の発展によりもちろんそれらは物流の中で重要な役割を担っております。一方、見落とされがちなのが企業向けの B2B の物流です。当社はですね、 B2B の物流サービスを提供しております。今回はですね、B2B の物流がですね、社会全体の中でどのような役割を担っているのでしょうかというところをご紹介いたします。それはですね、ズバリ社会インフラとしての役割です。サプライチェーンという言葉をご存知でしょうか。サプライチェーンとはですね、例えばある製品や商品の調達から製造、販売まで全ての工程を連続した一つのシステムとして捉える考え方を指します。例えば皆さんの身近に買われている日本の店頭に並んでいるスマートフォンはですね、実際は海外の生産工場で生産されていますし、その生産のために使用されている部品は実は世界各国からその工場へ調達されております。これらをつなぎ支える役割を担うのが物流で、フィールドは国内だけではなく海外にも及びます。震災時ですとか、あるいはコロナウイルスの最近の影響でですね、よく新聞やニュースでサプライチェーンが寸断されるという記事が見かけますけれども、このグローバルサプライチェーンの時代においては、物の流れをどのように構築していくかというのは、物に関わる企業にとっては重要な経営課題となっております。こちらはですね、物流業界の市場規模を表したグラフとなっております。物流業界、大きくは運輸業界の一つに数えられておりまして、人を運ぶ業界が旅客業界、物を運ぶ業界が物流業界なんですけれども、そのうちですね、物流業界は約25兆円の総額を規模を持っていると同時に、約330万人の就業者が働いている、見えないところでですね、非常に日本経済を支えている一大産業というふうに考えております。ただ物流というとですね、単にこう物を運ぶだけ、物を保管するだけで、あまりこう変化の少ない業界だと思われている方もいらっしゃるかもしれません。ところがですね、最近は EC の普及、e コマース、ネット通販の普及に代表されるように、少しの量を何回にも分けて、しかも早く運ばなければいけないというニーズが高まっております。それは消費者向け B2C だけではなくて、いろんな企業さんにとっても同様です。できるだけ在庫を抱えないように、必要な商品を必要な量、必要なタイミングで欲しいという時代になっております。これらに加え、人口減少による運び手の不足や、経済のグローバル化によるサプライチェーンの複雑化、同時に環境にも配慮をし、持続可能な物流を構築していかなければなりません。これらの制約条件をですね、例えばテクノロジー、トラックの自動運転ですとか、ドローン、あるいはビッグデータを活用して物流そのものを最適化することによって、いわゆるこういった制約条件、課題を解決していかなければならないという意味においては、チャレンジングかつ社会貢献性の高い業界というふうに考えております。そうした時代背景からですね、いろんな企業様、この物流全体をですね、我々のような物流業者へアウトソーシング、いわゆる外部委託する企業さんが非常に増えております。こういった流れのことを物流からロジスティクスの時代へというふうに我々は考えておりまして、物流というのが単に物を運んだりお預かりする物流オペレーションのフェーズになるんですけれども、ロジスティクスはその物流をより効率的に戦略的に考えていくという意味合いにおきましては、いろんな企業様の例えば生産戦略ですとか販売戦略に基づいた物流戦略、そのフェーズから我々こうパートナーとして一緒に考えていくような、そういった役割が変化している、そんな業界というふうに考えております。はい、ではこのような物流業界の中で、当社はどのようなビジョンを掲げ取り組みを行っているのか、お話をさせていただきたいと思います。まず当社の価値提供についての考え方です。私たちは単にお客様の物流を請け負うだけではなくてですね、お客様の物流の無駄を省き、全体最適を図るソリューション、そして物流サービスを提供することを目指しております。そして短期ではなく長期にわたってお客様とのパートナーシップを構築していくことを目指しています。次に
ソリューション、物流サービスをどのように提供していくのか、方法論についてご説明します。当社はですね、全国各地の物流センターの運営、トラックでの貨物の運搬、輸出入貨物の取り扱い、また清水港などの港で船の貨物の積み下ろし等を展開しております。すなわち陸海空の3つの領域で物流サービスを提供する総合物流企業です。もちろん自社のネットワークリソースで一括して物流サービスを提供することも可能ではありますが、お客様の課題解決を最優先に考え、同業他社のリソースやネットワークを活用することもございます。お客様のニーズや課題に合わせて社内の関係者とタッグを組んでですね、時には社外の力も借りて物流サービスを構築、提供していくことは非常にチャレンジングで面白い営みだと考えております。また当社はですね、社内のコミュニケーションが非常に密であり、チームワークを非常に重視しております。全員が協力し合って仕事を進めるということにおいても大きな、ね、特徴の一つかなというふうに私自身考えております。では具体的に当社がどのような物流サービスソリューションを提供しているかご説明したいと思います。今回はですね、とある全国規模の有名小売チェーンのお客様の事例をお話ししたいと思います。本ケースについてはすでに他の物流会社様がこの小売チェーンのお客様に対してサービスをねご提供しておったんですが、物流の全面的な見直しを図りたいということで当社にお声掛けがいただきました。まず私たちが取り組んだことはですね、当社のスタッフがいくつかの店舗に実際に入らせていただいて、店舗スタッフの皆様がですね、曜日別、時間別にどのような活動をされているのか、実際にストップウォッチで時間を計ったりしてですね、つぶさに観察をさせていただいて、人の動きの動線や活動の無駄を見つけてまいりました。その結果、判明したことはですね、物流センターから商品が納入される時間帯、こちらが来客対応で最も忙しい時間帯と重なってしまう状況であったこと、また受け取りの際もですね、さまざまな商品が一つのケースの中に混ざって配送されているため、陳列の際に仕分けが必要であるなど多くの無駄がありました。こうした無駄を省くためにはですね、物流センターの運営あるいは商品の運搬について大幅に刷新する必要がございます。かつ非常に難しい難易度の高いオペレーションが求められました。当社にはこれまでの経験で培った高度なノウハウ、人を含めたリソースがございます。結果としてですね、お客様の納得をご理解を得られ受注に至っております。現在まさにこのセンターを立ち上げている真っ最中ですね。今現場ではこうしたコロナの影響ではあるんですが、できる限り安全に配慮して最小限のスタッフで安全を担保しながら現場の組み立てを行っております。お客様のメリットにつきましては定性的に、ね、表現いたしますとこちらのスライドの通りとなります。まず一つ目は接客時間が増えることによって事業は拡大すること、あるいは仕入れ先の物流の負担、こちらが軽減することによってそもそもの商品の仕入れ価格が安定するということ、欠品というのは商品の在庫がなくなることですね。遅配というのは届くのが遅れること、こちらを解消することによってお客様に販売する機会損失を減らすことができるということですね。そして最後に今後のさらなる店舗数の拡大に対応していくと、そんなメリットが挙げられます。ここで押さえておきたいポイントですが、課題解決とかソリューション提供というと耳障りの良い格好のいいフレーズですかね。当社の場合しっかりと現場主義に基づいてデータを取りファクトを押さえた上で分析をして課題を見える化して打ち手を提案していくと、地道な積み重ねを非常に大事にしています。加えてお客様のご苦労や仕事や事業にかける思い熱意などもきちんと理解しておくことを重要なポイントだというふうに考えております。そしてここ非常に重要なポイントです。私たちの仕事はですね、お客様に提案してそこで終わりということではなくて
ご提案した内容を物流サービスという形に具体化していく必要がございます。提案内容に沿って物流センターのレイアウト、作業内容、作業工程、あるいはスタッフの配置などを決めてですね、物流センターを構築する、あるいは運送サービス網を整える IT システムを構築することですね。一言で言うと、現場を作り上げていく必要があるということでございます。そしてその物流の現場を維持マネジメントし続けることによって初めてお客様に物流サービスの提供が可能となります。ご提案した内容をもとにお客様と共に一から現場を作り上げ日々改善を重ねていく、そしてより安全で品質生産性の高い物流サービスを提供し続けていくということが私たちの仕事であり責任だというふうに考えております。最後に当社の仕事の面白さについて私たちなりにまとめてみました。まず一つ目は知的好奇心×人間的成長ということで、当社の場合ですね、独立系の物流企業として国内約6800社の取引先、多種多様な業界、お客様との取引がございます。食品、飲料、生活雑貨、エンタメ、家電、二輪四輪、住宅、商社、医療、海運などの業界と取引がございます。本日のレクミーライブ参加されている企業の中には、実は当社のお客様も多く参加されているなという印象を持っております。多様なものの動きを通して、世の中の仕組みや成り立ちを知ることができる。これは非常に知的に面白いなと、知的好奇心を喚起してくれるなというふうに私自身考えています。そして、さまざまな価値観や、考え方を持つ、お客様との関わりからですね、自分自身が、磨かれ、人間的成長へと、つながっていくなというふうに、考えております。そして2つ目、顧客事業へのインパクト、×最適解を知る知的な面白さ、ということで、これまでご説明してきました通り、お客様の物流課題の解決だけではなくて販売戦略や店舗運営にもインパクトを与えます。そして、物流改善全体最適化提案を組み立てるという作業は、非常に素敵な営みだというふうにも考えております。そして最後、3つ目ですね、時代の200年を紡ぐということです。当社は200年の歴史がある老舗企業です。老舗企業というと、古いあるいは旧態依然としているんじゃないかなといったイメージがあるかもしれませんが、一方で伝統を受け継いで発展させる次の歴史を作っていくという責任を帯びております。よくよく考えますとこれは非常にチャレンジングな営みで、自分自身が成長できる環境、むしろ成長しなければ歴史が途絶えてしまうという非常にタフな環境でもあります。当社の歴史は冒頭申し上げました通り自己改革の歴史であり、常に事業を深め進化させる一方で新しい事業を起こしてきた歴史でもございます。先人の伝統や情熱、社会的責任を受け継ぐ一方で今だからこそできること、例えばテクノロジーの活用、あるいは次にご説明するオープンイノベーションを通して新しい道を切り開いていくことを私たちは求められていると考えております。最後にオープンイノベーションについて少しだけお話をさせてください。いくつかの事例をスライドに載せていますが、一つ目はですね、アメリカの NASA の植物工場のプロジェクトなどに参加されていた女性起業家加藤由里子さんが立ち上げた M スクエアラボという会社と、共同で野菜バスの取り組みをしております。あるいは東京大学にてヤマトホールディングスさん、 SBS ホールディングスさんと共同で研究部門の設置、そしてデザイン会社ロフトワークさんとオフィス空間の改革など新しい取り組みを行い、次の時代を切り開こうと全社を挙げて取り組んでおります。このように伝統を受け継ぎつつ、さまざまな方々とコラボレーションして新しいムーブメントを起こしています。そして何よりも今この説明を聞いてくださっている皆さんの若いエネルギー、感性を私たちは必要としています。ぜひ意欲ある方と一緒に新しい道、歴史を紡いでいきたいなというふうに考えております。本日は最後までご視聴、ご清聴いただきましてありがとうございました。以上となります。